今回はたったの7回で下腹外腹斜筋にしっかり効くクランチワイパーというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで簡単でしっかり腹筋周りに効くエクササイズが分かっていきます。いろんな腹筋やプランクやってるけど首や腰が痛くて腹筋になかなか効かない、そういった方におすすめなメニューになっています。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、簡単にお腹周りを鍛えることができるクランチワイパーというのを紹介していきます。名前の通りクランチでワイパーを行っていきます。ワイパーっていうのは腹筋使うのにとってもいいんですが、誰かの足を掴んで足を振ったり手を床につけて足を振ったりするとどうしても腕に力が入って腹筋の力が抜けてしまう、そういったデメリットがあります。そこで今回はクランチの状態でワイパーをするので手を下につけずにお腹に力が入ったまま行うことができるので腹筋にしっかり効かすことができてきます。たったの7回なんですけども、今回は3セットしっかりやってみましょう。しんどいよって方はね、1セットでやめても OK、 頑張ってみるぞって方はね、一緒に3セットやってもらえたらと思います。このクランチワイパーなんですけども、ちょっとバランスがいるので難しいかもしれません。同じペースで7回できないよって方もですね、3回でも4回でもいいです。同じようにやってみてください。スマートフォン持ったままできるメニューになってます。それでは紹介していきます。はい、通常ワイパーというと寝た状態でこんな感じで足を振る腹筋外腹斜筋を使うエクササイズなんですけども、手で踏ん張りすぎちゃうとお腹あんまり効きません。今回はスマホ持ってクランチのフォームを作ります。この状態で上体を軽く起こしてスマホ持ったまま肩甲骨少し浮かせる感じです。このまま足をバランス取りながらゆっくりね、このように動かしていきます。そうすることで手で踏ん張らずに行ってますのでしっかり腹筋と外腹斜筋に効きます。ただ早くやってしまうと動きが荒くなって足戻せなかったりするんでゆっくりでいいです。動きは初めは小さくてもいいです。慣れてくると大きく動かしてみてください。これをまず7回やってみましょう。で、膝を曲げすぎると下腹効きにくいので少し足を前に出してもらってこういう感じで上体を起こしたまま足をバランスを取りながら振ってみてください。動きのスピードによっては呼吸が難しいんですけども、できる方は半分で一呼吸、半分で一呼吸っていう風にやってください。もしバランス難しい場合は呼吸は意識しなくてもいいです。バランスが取れにくく難しいということで腹筋にも効きやすいので、バランスが難しいからダメだこりゃっていう感じではなくてですね、バランス取りながらやってみてください。それでは7回やっていきましょう。上体まず起こして足を少し前に出してゆっくりいきます。スタート。スマホ見ながら1、ゆっくり、こんな感じで2、腹筋に効かしてる感じで3、頑張って4、上体しっかり起こして5、頑張って OK。 片側ね、難しいっていう方があると思います。そういった場合は足と反対側に体をひねる感じでバランス取ってみてください。2セット目やっていきましょう。ちょっと難しいですが慣れてくるとこれすごい効くんです。それではいきます。スタート。感じゆっくり体を反対にひねって、よいしょ、バランス取って、きつい、きつくなってきた、うわ、戻すのが辛い、いいよ、5、これがね難しいからいいんです。6、
もうラスト。ガハッ。いやー皆さん多分ねこういう感じで、まあ、見てると思います。いやー辛い、片側辛い。ラスト頑張っていきましょう。徐々にね疲れが来るのが早くなってきますよね。次は多分ね3回目ぐらいから疲れがきますね。まあちょっと頑張りましょう。さあ3セット目ラストいきます。スタート。よし、バランス取って頑張って。よし、あもう来た。もう疲れてきた。3、こんな感じでスマホ見ながら。5、いやー辛い、頑張って。6、あと2回。あと難しいからいいんだ。ダーハハー。うわーお疲れでした。いやー腹筋のね、全体に効いてる感じがあると思います。なんかね、やっぱり表面使ったっていうよりも、下腹の奥の方を使った感じがね、すると思います。やっぱりね、普通の腹筋プランクなども、同じキープ、もしくは同じ動きなんですけども、これって多少は足の位置が変わったりもしてるし、起きすぎてる時もあれば、疲れて少し寝てる時もあると思います。いろんな部位をね、使うことができるんで、本当にね、腹筋全体に効かすことが、この一種目でできるんです。もちろんバランスが取れてくると、筋肉がついてきてるっていう証拠でもあるんですけども、これに加えて、呼吸をうまく使うことができれば、腹横筋を使うこともできるので、お腹が気になるよって方、お腹の前は出てないけど横が太いよって方いますよね。そういった方の腹横筋とかついて、これで外腹斜筋しっかり鍛えることができれば、ウエストのくびれがねできてきます。お腹周り気になるよって方、今回のクランチワイパーぜひ使って上手になってみてください。やっぱりね、ただきついできないっていうよりも難しいことっていうのはね、やっぱりねこう上達してる感覚があるから面白いですよね。うまくできたよとか、なかなかできなかったよとかね、そういったことをね、よかったらコメントで教えてください。腹筋効かなかったよって方もね、ちょっとねまだ上体が起こしきれてないとか、腰が丸めきれてないとか、そういった原因がありますんで、何度かやってもらったら必ず効くようになります。ぜひまたやってみてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローもしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。